昔から一貫してその人間の存在だったりとか他者についての考えだったりを深めるための作品っていうのは昔からずっと一貫してるんですけど、なんかあんまり変にこだわりを持ちすぎずにコロコロ変わるっていうか、こうどんどん自分の中で今こう思ってるかもってことを変化をつけて考えて制作できるようになりたいなって、なんか自分をめちゃめちゃ疑ってわざと変化させたいっていうわけでもなくて、もう自分の考えてることがもう日々変わっていくのがこう自然にそういう感じになってるから、まあ自分の制作がどんどん変わっていったら面白いだろうなっていうのが一つあります。